です。愛知県新城市を舞台に繰り広げられる全日本ラリー選手権新城ラリー2012。会場には朝早くからたくさんのファンが駆けつけ、町を挙げての大イベントになりました。長谷川社長のエボ展も、あれ？そしてなぜか86に長谷川社長が。長谷川社長、はい、今回からエボ展から86にスイッチということなんですけれども、はい、これは何か理由があるんですか？ちょっと大人の理由がありました。大人の理由ですね、はい、すごいやっぱこういうクイックなコースではすごくよく曲がるし、はいはい、かなりハンドリングはいいん で車も軽いしね、はい、あまり焦らずね、まあ、粛々といつも言うてますけど、はい、新城ラリーの会場にはたくさんのブースとデモカーが並べられていました。そちらの模様をご覧ください。今回はですね、はい、うちの社長が、86参戦ということで、そうですよね、当然86のデモカーも持ってきました。はい、はいはい、実はこのドアプロテクターという商品なんですけど、そうそうそう、これはマジカルカーボンをベースにした、うん、高級ウレタン樹脂を使った、うん、新しい商品なんですけど、これはまさに86専用です。もちろん BRZ ももういけちゃう、はい、もちろん量販店とかで売ってますので、はい、彼はですね、はい、朝倉ちゃんがまさに全張りをする、はい、サポートの人で佐々木と言います。佐々木さん、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、とりあえず行きましょうか。あ、行く、どこに？ハセプロで好評発売中のこのハンドルジャケットネオ、はいはい、こちらを彼に施工していただくと。そうですよ、はい、滑らなくて握りやすい大人気の商品、しかも施工も簡単。私もハンドルジャケット使ってます。いやー、さすがですね。早いし、全張りって関係あるんですか？え、顔色ね、ないように見受けられるんですか？体力だけは自信あったんですけどね、はい、どうもここ1週間体調が悪くて、ちょっと激務が続いたんでね、5台車止まってた状態で、うん、5台止まってたね。で、非常に危険な、やっぱり僕の歴でもやっぱりすごい危険やなと思ったんですけど、はい、なんとか完走を目指して頑張りますんで、はい、明日もよろしくお願いします。そうです、はい、この日の夕食は特上の湯葉とうなぎだったそうです。モータースポーツアートの地元の美味しい料理って最高ですよね。やっぱりこの辺のご当地のね、美味しいもの食べて、で、気持ちよく帰ると。そうですね、はい、ところで面倒くさな P のさ、車いつになったら貼っていくの？ごめんなさい、忘れてました。もう早いものでね、この JAF カップ特別戦でもう最後のレースになっちゃいましたね。1年間いろいろありましたけど、応援ありがとうございました。ちなみに酒井美希ちゃん、長谷プロイメージガールで頑張ってくれたんですけど、1年間やってみてどうでしたか？はい、今年2年目させていただいたんですけれども、はい、はい、そうですね、1年目よりも結構ファンの方に来ていただいたりとか、あとよりベストカーとかこちらのテレビとかで知っていただけるとても嬉しい気持ちです。あと今レースクイーン大賞というギャルズパラダイスで投票の1位になる、優勝になれるよう頑張ってるので、ぜひよかったらクリックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして自身初挑戦となる長谷川社長のトヨタ86でのラリー参戦に注目です。今回から86で JN3 の方に参戦されているわけなんですけれども、はいはい、ちょっとこの86の仕様をちょっと教えていただきたいんですが、これですね、はい、基本的には最初からファーマック仕様で作ってた車で、まあ、ちゃんと当然ロールバンも入ってて、はい、ラリー仕様になってるんですけど、まあ、それに、まあ、うちのねマジカルカーボンシリーズ全面張りして、はい、貼ったところなんかもうすごい好評でね、かっこいいですよ、やっぱりね、こうやっぱりカーボンをこうね、頑張りということですごい締まりますよね、ボディがね。そうやね、はい、かっこいい。ちょっと外観もものすごくかっこいいんで、はい、ちょっと中の方も見せていただいてもよろしいですか？中見る？ちょっと見せてください。オッケーオッケー、はい、じゃあ朝倉ちゃん、せっかくだから乗ってみる？いいんですか？ね、どうぞどうぞどうぞ。
結構やっぱ狭いですね。狭いね。すいません、少々これ乗れます？ええー